はい、今日は外のね、外壁と外壁のつなぎ目の隙間にウォーキングを打っていきたいと思います。この隙間からね、雨、台風の時雨が入って、その中はね、防水シートがあるから中には水が入っていかないんだけど、そのサイディングとサイディングの隙間から水が入って、サイディングの中はね、こう湿気を持ってしまって、表面のねペンキが剥がれてきちゃうんだよね。中の、なんていうのかな、スポンジみたいな、このサイディングの中は木みたいになってるんで、そこに水が入っちゃうとずっと乾かなくて、表面のペンキが、ね、剥がれてきちゃうので、この隙間を埋めたいと思います。結構全体的にね、この木と木の、隙間、もうこのコーキングがね取れちゃってるんだかなんだか知らないけど、隙間が空いちゃってるんで、自分でね解くとこはちょっとこうやりたいなと思います。枠、窓の枠とか、枠板のね上とか結構隙間空いちゃってんだよね。24年経つからね、もう外壁もねだいぶボロボロで、何回か塗ったんだけど剥がれてきちゃうんだよね、半年ぐらいで。だからもう中にお水が回っちゃってて、いくら塗ってもね、剥がれてきやすい、ペンキが剥がれてくる。要はこのサイディングの中がセメントと木みたいな感じになってて、そこに水が入っちゃうとなんかブワブワしちゃうんだろうね。だからこうペンキがね浮きやすくなって、剥がれやすいんだよね。全体的に隙間がこう空いちゃってるから水がこう入っちゃって、いくらペンキ塗ってもね、こうペンキが剥がれてきやすいんだよ。なのでこの上からね、かぶせてサイディングをこう今貼るかどうか考えてるんだけど、もう塗らなくていいね、材質っていうか。とりあえずね、4年前に考えてたのはタイルを貼ろうかなと思ってたんだけど、すごい高くて、全部こう20坪くらいなんだけどね、平屋のなんか400万ぐらいかかるって言われて、ちょっと高すぎてね、断念してて。でもサイディング、普通のサイディングだとまたペンキ塗らなきゃしょうがないし、またこうやって剥がれてくるなと思って、なんかいい素材ないかなってこう探しててね、そのうち4年前の時点でタイルか、レンガか、もうそういう石系のものは結構高くて、どうしようってやってて、ずっとね見送りしちゃって、今になってよ4年後また剥がれてきてるから、もうどうしようもないから張り替えなきゃなと思って、何で貼ろうと思って、最近ね樹脂サイディングっていうプラスチックの外壁が出てきてて、とガルバリウムとかっていう、そういうなんか鉄の外壁もあるんだけど、それはね色塗らなきゃしょうがないんで、剥がれては来ないんだけど、剥がれてくるかペンキだからね。うちの店の屋根もそれでな、ガルバリウムっていうね鉄板みたいなやつでなってるんだけど、それは全くね色が、多少剥げてるけど、ペンキがボロボロ剥がれるみたいな、そういうのはないのね。鉄板に多分色塗ってあるんだから、それがまあ剥げてはいるけど剥がれてくるっていうことはないから、外壁もそれでいいかなと思ったんだけど、なんか外壁はそれ使うと結構高くなるらしくて、なんかね、その壁に使う外壁がガルバリウムにすると、その裏側に防水シートみたいな、何かがあるから、その結露したりとかねしやすいから、そういうのがついてるから高くなるみたいなこと言ってて、で最近樹脂サイディングっていうのが出てきたから、それもねプラスチックなんだけど、すごい軽い素材で外壁には良くて色塗らなくていいっていうね、そういうメリットがあるから、今それでちょっと見積もりを出してもらって、いくらぐらいかかるんだろうね、今物価高だからさ、200、300万
200万以上かかるよね、きっと。300ぐらいはかかりそうな気がする。今本当にさ、暇だしさ、私のように忙しくないからあんまりお金かけられないんだよね。だから今すごい悩んでます。どういう外壁の素材にするか。とりあえず塗らなくてよくて、あんまりお金がかからなくてっていうね。昔ね、ほらトタンのさ、外壁とか屋根とかあったらうるさいよね。雨漏りとかさ、雨漏りとか雨が吹きかけてきたらさ、その似たようなのがガルバリウムってやつなんだけど、トタンみたいに見えるね。よく倉庫とかさ、そういうところに使われてるような感じの素材、鉄の素材で、まあ鉄だからね、丈夫だよね。剥がれてくるってことはないからいいなぁと思うんだけど、まあ、色は塗らなきゃいけないみたいだから、悩んでるね。一番いいのはもう最初からタイルでやればよかったんだよね。平屋だし、でも最初ね、ほら余裕ないし、銀行もあんまりお金貸してくれないし、自己資金も少なかったから、まあ安い素材でね建てたからこういうことになってるんだけど、やっぱりね最初からねタイル張りにするべきだね。そうすればメンテナンスがさ、かからないもんね。だから家の屋根とかもさ、瓦とかのがさ全然お金かかんないよね。ベストコロニアルとかっていう昔流行ったさ、軽くて軽い屋根、1枚板でさ、こう重ねないから飛ばされることもなくて、なんか地震にも強いっていうのがね、自宅の屋根が、ね、そうなんだけど、やっぱり10年に1回塗らなくちゃいけなくて、しらっちゃけてくるっていうか、もう塗るのはねストレスだよね。色塗らなきゃいけない外壁とか屋根って、絶対昔ながらのさ、屋根は瓦でさ、壁はなんか漆喰でっていうねタイプのがね、塗らなくていいからね。漆喰もいいんだけど、漆喰素材のさ、外壁ってさ、なんか塗り壁みたいな感じで、でもやっぱ職人さんがさ手作業でやるからすごい時間かかるんだよね。あれも下に鉄みたいな針金みたいなの壁のところに入れて、そこにこうくっつけていくからすごい時間かかるんだよね。仕上がりにすごい時間かかる。タイルとかやっぱりそういう漆喰の壁ってね、もう本当に悩んでる。何にしたらいいかなって。漆喰の壁もさ、ひび入ってくるからね、古くなると。なんかセメントみたいなさ、モルタルみたいな感じの素材だから、塗ってく感じだ。よく和室のさ壁とかさ、室内の壁も漆喰とかってあるけど、古くなるとさ、なんかさ黄ばんでっていうか、なんだろう、汚れもつくし、ひびは入ってくるし、そういう感じで塗り直しは必要だよね、あれ古くなるとね。もうタイルが一番いいんだよね。だから一番高いんだろうね。もう絶対塗り替えしなくていいもんね。たまになんか飛んできて割れたりとかするだろうけど、うちの、まあ、一部ね外壁やタイル使ってるんだけど、全くなんともないもんね。24年経っても全部タイルにすればよかったと思って、ちょっとね失敗したなって。やっぱ知識がないからね、その時は本当に今どうしようかなって悩んでます。どういう風にしたらいいかなって。あんまりお金かけたくないし、メンテナンスもしなくていいね。やっぱりタイルがいいかなと思うけどね。あとね、お店も15年くらいとか、ね、あと20年くらいやったら終わりだろうから、そこでそんなにお金かけてもね、まあ、取り壊しになるとなったらもったいないからね。本当にはね、何にしようか考えてます。本当に悩んでる。